高柳、株式会社高柳は、秋田県大仙市に本社を置く、秋田県南部を営業基盤とする小売業者、スーパーマーケットの運営企業として CGC グループに加盟するほか、日本百貨店協会及び東北百貨店協会の正会員である。1910年、高柳政治、正確には、休字の柳を使う。初代、独自の父、 共有の祖父が、大曲町の米町、現、大仙市大局場大町で創業した、菓子卸し業を延元とし、1948年株式、会社高柳商店に改祖する。1961年高柳商店を株式、会社高柳と、称号変更。食品小売部門を分社化し、株式会社高柳ストアを設立した。 1980年には高柳と高柳ストアを合併。新社である株式会社高柳が発足する。その後発祥である県南から、さらなる発展を遂げるべく、県と秋田市に進出。1997年に開設したグランマート線展開店を皮切りに、同市内においても多店舗展開を図った。景気低迷による先行き不透明感や、 イオングループによるイオン大局ショッピングセンター、イオン大局 SC 並びにマックスバリュー東北が大戦周辺に出店を開始するなど年々競合が激化する状況背景に2009年3月同じ CGC グループに加盟する秋田県北を地盤とするイトカホールディングス本社大立市とベルプラス本社 森岡市が予定していた持ち株会社による経営統合計画にスパーマーケット丸一本社森岡市と共に三角を表明。経営統合を前提とした4社間での業務提携を締結した。しかし2010年5月21日、4社統合を断念。ユナイト活動の継続として高柳と伊徳 h D 間のみで経営統合をする方針を明らかとした。 そして2011年4月、翌12年秋頃をメドにした、持ち株会社形式による経営統合を表明した。これに基づき2012年4月2日付で、持ち株会社、ユナイトホールディングスを設立。同年4月16日には、伊徳 HD と共に、株式交換により、ユナイト HD の完全子会社とされた。同 HD 会長には高柳の高柳安志が、 就任した。高柳は、スーパーマーケットを運営するほか、本社所在地の大仙市には、同社の基幹店舗として、百貨店方式の売り場、商品構成を取り入れた、ショッピングモール、イーストモールを展開する詳細は後日。高柳家の祖は、京皇年間に、津軽から移住してきた道庵という医者だと言われている。その後、長座絵門を名乗ったという。菩提寺は、 安養寺だが、区画整理により、場所が変わった。政治と特事を、同じ人物と認識している人が多いためか、今の社長が三代目だと言われているが、本当は四代目である。外省部門も同居する、事実上の機関店。1990年代末期まで、大曲り今の大仙市の中心市街地にて、百貨店業態で営業していた。 旧本店の実質的な後継店舗となっており、日本百貨店協会、全国百貨店共通商品券の発行取扱いも当店のみで行っている、利用は他店舗でも可能。2007年ぐれ、当時社長であった、高柳なぎやから谷口義光秋田県立大学教授、環境社会学、農業食料社会学専攻に対し、イーストモールの近隣に、 四大局 SC が開業するため改装することにした。差別化を図るため常設の農産物直売所を設けることを決めたが、それ以外にも集客の目玉となる施設はないだろうか。との相談が持ちかけられた。谷口はかねてから県内には個性的な農産物や加工品を作っている人はたくさんいるが、売り場がないため知られていないケースが多い。そこで、 イーストモール内に生産者と消費者が直接対話を交わしながら購入可能な位置を設け、売り場を求めている農家や加工会社に提供したらどうかと提案した。高柳はその提案を採用し、翌8年7月改装をオープンした店内中央部に地産地消の広場と名付けた区画が誕生した。同広場は650平方メートルの面積を要し、 農産品の産直販売を実施するほか、野菜中心の献立を提供するレストランを設置した。また、広場では随時採事も行うこととした。イーストモールに次ぐ大規模店舗、同社とホームセンターコメリが各店舗となっている。食品の保管料品の取り扱いもあり、100円ショップや靴専門店もテナントとして入居。イーストモール同様に、 地産地消の広場と称する地場産品の販売コーナーが設けられている。店舗外観自体は通常のスーパーマーケットと特に変わりはないが、食品以外に衣料品、呉服、鈴の木がテナントとして入居の上運営、化粧品、ファッショングッズ、寝具なども取り扱うか、食品販売ゾーンと非食品販売ゾーンの間には東京名店街、コーナー、 風月堂、山本さん、中村屋、メリーホカヤ、地産地消の広場と銘打った、地場産の新鮮な野菜などの農産物や秋田県内、各の特産品、名産品、名家を販売する、コーナー。さらに地場産の食材を活かしたメニューを提供する、食事どころ、休憩、イートインスペース兼用が設けられるなど、百貨店に近いフロア構成となっている。かつては、日の出町。 佐野町、金徳から買ったにも店舗があった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。